おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日もから元気ですよちょっと昨日もねちょっともう夜釣りしたりハードスケジュール、ハードスケジュールでございます。はい、ね、そんな中皆さんまた脳体ですね。脳体、ね、もうこれ清掃。いやそれ、はい、ネクタイで思ってる人いないんですよそれ本当にマジでこれって、はい、びっくりするぐらいいいよ。あそうですね。あもう本当もうこれ俺めちゃくちゃ流行るんじゃないかと思ってるぐらいいい。ほんと涼しい。でもほんとでも必要ですよね今ね。そうでしょ、やばいですから。もうあのもう見た目を気にしてらんないぐらい今日ほんと暑いですけどその暑い中ね今日ちょっと、はい、神戸のてるくん。いやお久しぶりです。お久しぶりです、ね、あの以前もお世話になって、はい、マイボードを持っててね。そうですよね。新発だとか黒鯛とか、はい、連れてっていただいておりますけど、はい、赤旗という魚を赤旗そう天野と平場で狙っていこうと思って、はいはい、でねまたいつもの橋本突然のアツシ、はい、よろしくお願いします。ぼっちゃん、ぼっちゃん、ぼっちゃんゲームの時めっちゃ喋るのにもちもちしてるなぁ、ね、あれ徳ちゃんなんかが、はい、あのアジのね、はい、あの豆アジの泳がせで、はい、そうですね、めちゃくちゃ釣ってるんですよ、はい、それで俺もう行きたくて行きたくて、はい、ね、もう震えてたんですけど、はい、アッチに聞いたら、はい、いや S の川でも釣れるよっつって、うん、あそれで一回連れてってもらったら爆釣で、爆釣もう経験済みってことですね、はい、経験済み、はい、だからそれをちょっと皆さんに味わっていただこうということで、はい、急遽の赤旗便でございます、はいはい、これはどうぞファミリーフィッシングにもね持ってこいですから、はい、ね、お子さん連れてちょっと釣りでもっていう人は、はい、アッチのところは1時間2000円からやってますから、ね、ちょっと値上げしていいんじゃないですか。それ成り立つんです。成り立つんです。本当に値上げせえよ。そうちょっと、ね、皆さん、はい、行きましょう。暑いですから。すごいな、ね、とんでもないヒーロー戦隊だったら地獄の5人ですよこれマジで。リーダーがちょっとヤバすぎるな。はい、ね、夕方の出港も良かったですけど、やっぱ夏でしょ、はい、うわ、ほんと夏休みやってますね。してない方だと思いますよ。はい、皆様、はい、ね、到着しました、はい、というわけでね、今からスタートでございます。アツシがもうここで OK だっていうことなんで、はい、各自平場とね天野に分かれて釣りをしていただきたいと思います。はい、キキちゃん、はい、昨日竿頭でしたが、はい、ね、今日も竿頭を目指して頑張ってください、はい。でね、釣り方はもうさっきレクチャーしましたけど、はい、トキちゃんとテル君の釣り方を見て、はい、ね、やっていただければと思います。はい、はい、というわけでスタート。はい、あれちょっと横にちょっと僕へのレクチャーしながら来てんじゃないですか。え、すげえ、いいよこれ、え、いいサイズ。ちょっと平場です。え？あの落として巻いてを3回、はいはいはい、ほら、うわー、これあれじゃん、メダイ、メダイ、うわー、すげえ。狙ってたのとは違うってことですね。違います。ほら、お、結構いいサイズ。ねえ、これ目ん玉がめちゃくちゃ臭いらしいです。うわ、でもすごい。ファーストヒット、ファーストヒットはこいつです。ナ
ナイスですね。これアツシ美味しいの？美味しいよ。すげえ。だから引いたんだね。来た？これじゃゆっくり。あ、来た来た来た。おーい来たー。よいしょー。ゆっくりゆっくり。そうそうそう。これ多分本命じゃねえかな。すごいね。うん。おいいよ、菊ちゃん。うわ、ありがとう。横畑先生、ありがとうございます。いやいやいや。言われた通りに今やったら。いや、今んとこ平場有利だね。俺、平場を落としてますけど、ここに当たりが。あららららら。これでも、軽くなっちゃう。赤旗諦めますからね、上まで来るの。菊ちゃん、釣りのセンスあるんじゃないの？おー、本命本命。はい、オッケー。あげてください。あ、でも変なこと。はい、オッケー。やったで、口に手入れて、キクちゃん。ここでいい。そうそうそう、うん、ガッて持たなきゃダメだよ。で、もう、うん、うわ、怖っ、なんか吐き出した。魚にはあんまり俺強くないみたいな。口をね、バッて持たないと怪我しますよ。あれこれ使えたんだ。意外と、うん、このベンチで。すいません。これ、はい、これを口に持っちゃいます。はい、記者おめでとうございます。いやー、なるほど。これはでもちっちゃい感じですかね。ちょっとまあリリースサイズですかね。綺麗、赤旗は本当特徴綺麗だよね。うん。マンゴーみたいな。ね、あ、本当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 。上がってきた時すごい色が鮮やかでした。ね。来た来た。お、来た？本当？本当？はいはい、本当です。見かけない。え？キクちゃんなんかさ、掴んでるね。持ってますね。おー。間違いないですね。いきなり暴れ始める。今気がついたんかな。このままゆっくりですね。ゆっくりゆっくりゆっくり。ファイトー。ファイトー。菊ちゃん、神がかってるね。いやー、嬉しいですね、でも。見えてきた？赤い？お、いいよダブル。おー、あ、でかいでかいでかい。おいしょー、でかい。キクちゃん、これがいいサイズよ。そうなんですね。そうそうそう。あらららら、ら来ました。はい、お疲れさん、おめでとう。すげえ、怖え。なるほど、これで掴んで、こいつで。菊ちゃん、怖えっつってたら釣り人になれませんからね。おめでとう。ありがとうございます。はい、それ大きいな。それはなかなかさっきよりはだいぶねえ。お、来た、後ろ来てる。お、お、てるくん来た。来てますね。いいですね、ちょっとみんなミスターマリックみたいな。どう、ちっちゃい、ベラ底ですか。釣れるのはやっぱ嬉しいですね。嬉しい。あ、赤旗。おーい、おめでとうさーん。かわいい。綺麗ですね。綺麗。あれ大きいんじゃないの。おー、本当に釣れてる。どう、ぐんぐん来る。お、いいね。20m。 様になってんね。俺よりよっぽどうまいっす。しっかりやり取りしてるじゃん、ポンピングして。お、見えてきたよ。あ、おっきいおっきい。ほら、
はい、おめでとう。あ、でかいでかい。おお、でかい。ナイスー。はい、おめでとう。はい、どんな感じですか。観念したので寝魚だと思います。そうなんだよね、腹ぷくっと膨れてね。おお、いいね、綺麗。赤旗ゲット。僕はエビをつけて。おお、はいはいはい、釣れました。はい、おめでとうございます。今めっちゃ当たったね。ガガガガーンって来たじゃん。キクちゃん、ちょっと神がかってるよ今日。あ、ボッチャも。いいですね。ダブルヒット、ちょっといいポイント入ったんじゃない？連続で来てるから。おー、トリプルですね。上がってきましたか。おー、来た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 、海のマンゴー。おー、ダブルでー。あ、でかい、いいサイズ。おー、いいサイズ、よいしょ。あ、これ2つもでかいわ。おー、いいサイズ。ね、来ましたね、徳ちゃん、やりました。やりました。いや、これはいいサイズだね。仕掛けをテル君が直してくれて、竿を取り替えて、接待釣りやってます。でも、それでも釣るのはやっぱね、腕ですからね。嬉しいな。はい、頑張って。いや、マジ本当、今年さんがぐんぐん釣り人になってますね。本当、宇野くんがライダーになり、菊ちゃんが釣り人になり。いいことですね。本当本当、頑張ってください。こんなに釣れるの嬉しいです。赤いカゴの時は赤旗を持つね。そう。また来たんじゃない、キクちゃん。すごいじゃん。いや、マジでなんで。すごいすごい。和歌山が俺のこと見かしてくれた。キクちゃん、はい、和歌山スニナス芸人よろしくね。あー、でも俺もなんか、お、てるくん。あー、ちょうどこれいいとこ来てんだろうな今。おーい、おー、おめでとう。こいつは逃がしてあげてください。はい、あそこにある、はい、あれ、横にやらない。いい、全然。お、いいね。うぃ、あー、いいサイズですね。ナイスです。ナイスナイス。こんだけ釣れて思うんですね。綺麗な、しかし綺麗です ね、本当に色が。え、だから神戸はいないですよね。ああ、あああ、はい、九州は混じっていますね。あの相模湾はさ、はい、カサゴとかさ、はい、いろんなのが混じるね。ああ、なるほど。でも本当、釣るのも楽しくて食べるのも美味しい魚は本当いいです ね、 ね、はい。中畑なんかほら味は淡白だけどさ、はい、こんな料理使う。そうですね、うん。あ、でもやっぱ煮付けですかね。そうですね。いや、これはあの菊池さん側から横にに釣り行きましょうかって言われる日も近いかもしれないですね。間違いない。塩いいみたいですけど、なんかちょっと、ね、ああ。でも本当にね、
はい、いいね。いや本当にあのまず当たりをちゃんと取って合わせてますからね。もう初心者とは呼べない域に来てますね。いい先生方がいるんで助かってます。いやおおお先生方ありがとうございます。いや俺隣でやってんのに。すごい。レバーバンバンバンって来たの。来ましたね。あでもダメ。時はさ、連れてる人の見た方がいいから、はい、菊ちゃんがどんぐらいの、そうですね、本当に。すごいよ、菊ちゃん、マジで。これは大丈夫ですね、来てますね。なんか菊池さん、この海にお金払ってます？ちょっとだけ買ってなんかあからさまに連れ行きがあの全然違いますよね。下にダイバー潜らして俺のにやらせて。起きたよ。お、やば、落とした瞬間食うあ結構弾いちゃいますよね。来た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 。おいいよ。ナイスナイスおい来ましたナイスナイスです。まあいいサイズですね。ナイスすごいな。キクちゃんマジでめちゃくちゃやばいっすね。自分でパッパと外して手際も良くなってきました。いいですね。こいつはこちらの、うわ、真っ赤、はい、真っ赤っか。よいしょ、うわ、すごいな、でもすごいですね。ほんと、魚とは思えないけども、ね、南国のフルーツですもんね、ほんと、色はフルーツね。はぁ、あ、あれ、はい、うわ、落ちポイントで、菊池の巻きで、はい、歴史のタックルで釣らせていただきました。いやいいですね。あれ、あ、お、連続で来た、これいいとこ来たね。これは、ポイントいいですよ。あの頭をコリコリやってたらこれでまあまあいいと思うよ。最後ずっと諦めないから赤肌じゃない。赤肌だ。わー綺麗。おー、大きい、大きい、いいサイズ。でかいでかい。あー徳ちゃんのも、おーでかい。来た来た来た。そんな中テル君寝かかる。うわでかい。なんか筋肉質な、ね、うわでかい。来ましたね。横旗が赤旗。いやー出た、横旗赤旗。わあすげえ。これさ俺バス持ちしてるじゃん。はいはい。いや、やっちゃダメよ。なぜ？赤旗。はい。めちゃくちゃ歯がすごくて今手めっちゃ痛い。あ、やっぱり。やっぱり。赤旗は正直やんない方がいい。ね。そうなんですね。俺知らなかった。あ、菊ちゃんにさっき手で持つんだよとか言って。口に手入れて菊ちゃん。ここに。そうそうそう。うん、ガッて持たなきゃダメだよ。いやいや俺もそれでよくみんなこれ手で持ってんなって思ってました。でかいのはちょっとね、でかいのはちょっと歯が鋭いわ、はあ、よかった。うわ喉とかも浅かったんで出てないんで、はい、リリースします。なるほど、はい、小さいやつは。うわーでかい。いいサイズ。すげえでかいっすね。でかいっすね。あらボッチャンヒット。ボッチャンって呼ばれてボッチャンヒット。ボッチャン意外としっかり釣ってるね。そうっすね。おーなんか良さそうだぞ。どうだどうだどうだ。うわー来た来た来た。うわーなかなかいいサイズ。なかなかいいサイズ。ナイス。まあここへ来て言うのもあれですけど、俺はもう皆さんが言ってるタイラバやらなんやらって何のことか分かってないで。本来は鯛を釣る仕掛けです、ね、あ、鯛を釣る仕掛け。へえ。あ、タイラバって鯛を釣るためのラバー。そうです。あ、タイラバ、なるほど。もともと漁師さんの、はい、あの考案した仕掛けです。あ、そうなんですか。へえ。行ってますか。はい。ちゃんと
とのポイント入れ替わった瞬間に来ちゃったよ。で、さあ、あれテルコも来てんじゃない？あら、すごい。なんで俺だけ？どうだ？おお、来た来た来た。ナイスー。ナイスー。こいつはまたリリースしてきます。わかりました、はい。やっぱりたくさん釣れてると余裕があって、そう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 リリースすぐしますね。小さい人にはもっと育ってもらいましょう。どう？いい感じ？あ、結構まあまあじゃない？ほら。おお、あ、これはいい、これはなかなかいいサイズ。迫力は変わってるからな。ナイスナイス。あー、いいですね、はい、ナイス。小さい方はリリースというね。はい、お、横に、じゃあ最後の最後に、はい、最後の人流しに来ました、はい、いいですね。わあ、ちょっとやっぱりみんないい感じに釣れてよかったですよ、これ。いや、でも本当めちゃくちゃ釣れますよ。本当ですね。うわ、どうだ、なんかでかそう。でも諦めましたね。あ、そうですか。まあ、諦めたっていうことはあったでしょう、はい。ほら、さあ、来た来た来た、ほらほらほら、うわー、でかい、綺麗な、またちょっと筋肉ね、綺麗、本当に綺麗だな。いや、いいサイズだわ。本当に、本当釣れるから、はいはい、来た方がいいと思う。そうですね。あ、うん、俺、あの、他の和歌山がどんな感じか知らないけど、はい、見てこれ。くわ、これは確かにすごい、ね、これ無限に釣れるんですよ、すごい、本当に。これはすごいわ。本当ですね。だから元々はなんか伊勢海老が少なくなって、はい、食べてるのが赤肌じゃねえかみたいなので、はい、最初駆除みたいな感じでやってたんだけど、はい、それが本当によく釣れて食べて美味しいから定着してきたって感じ、はい、だから元々赤肌って俺見たことなかったのよ。あ、そうなんですか、うん、だからここ本当水温が上がってきて、はい、それでめちゃくちゃ釣れるようになってきて、でカサゴはあの本当釣れないでしょ、赤旗しか釣れないから、だからね、ちょっと入れ替わってきちゃってんのかなと思う。はあ、はあ、はあ、うん、でも食べて美味しいしね、はい、うん、あの、本当おすすめなんで、はい、ぜひ、はい、皆さんね、はい、まあ、近畿近郊の方、はい、ぜひ一回遊びに来てください。というわけでね、本日皆さん、はい、ありがとうございました、はい、大量でございました、ありがとうございました、ナイス。そのライジャケめちゃくちゃいいでしょ。いいよ、いいでしょ、はい、これちょっと横には腰が痛いって言ってたんで、はいはいはい、あ、じゃあちょっとこっちつけてみてくださいって、はいはい、ライジャケ、はい、これ楽なんですよ、はい、なのでダイワさんはあの、ぜひともコーストラインさんに、はい、ぜひお願いします。あ、出た、はい、いや、俺あのね、はい、ちょっと自分の腹の出すぎにびっくりしてるんですよ、はい、赤旗より来てるでしょ、もう赤旗より来ている。なんでこいつらあの、あ、途中変わってんだと、はい、これどれをしてんのかな、はい、いや、これもう大和さん、はい、ぜひよろしくお願いします。めちゃくちゃ本当楽なんで、XL サイズでお願いしますね。なるほど、あるんですね、つけてる時の当たりの良さというかね。そうですね、はい、でもね、これは俺もしなくちゃいけないんで、はい、だどうせ買うんだったらいいの買った方がいいですわ、はい、確かにそうですね、なんでもそう、どうせ買うなら、まあ、ちょっといいやつ買った方がいいね、はい、いや、そうですね、素晴らしい。まあ、じゃあ5分ぐらいということで、ちょっとポイントついたらまたよろしくお願いします。